エシェデ鉄道事故は、1998年6月3日に、ドイツニーダーザクセ州のエシェデ付近で発生した、列車脱線事故である。高速列車のアイスが脱線し道路橋に、衝突、101人が死亡した。1998年6月3日、ミュンヘン発ハンブルク行きアイス884列車、ビルヘルム・コンダートレント・ゲン・が、約時速200キロメートルで走行中。 エッシェで駅の手前550メートルで脱線し、道路橋の橋脚に激突して、101人の死者を出す、第惨次となった。ハノーオフバーから北に42キロメートル、エッシェデの古戦橋の約6キロメートル手前の地点で、先頭2両目の1号車後くらいより台車の前方軸車輪の外輪が破断したと推定される。列車はそのまま走行し続けたが、 立橋の120メートル手前の分岐器で1号車の台車が脱線した。この120メートル先にある別の分岐器では脱線した台車の衝撃で切り替わり、衝撃で先頭動力車の連結機が外れ、2号車、3号車も脱線した。客車の1.2号車は道路橋を通過したが、3号車は後部が道路橋の橋脚に激突し、緊急ブレーキが作動した。 戦闘動力車は脱線せず、約2トル先に停止した。1から3号車は脱線しつつも道路橋を通過し、軌道上で停止。4号車は道路橋を通過後に、斜面の右側に横転し、衝撃で道路橋が崩落した。5号車は崩落した、道路橋に押し潰され、6から12号車及び、後部動力車が折り重なる形で激突、大破した。 ニュルンベルクで保管されている401-551から7原因はアイス1に使われていた男性車輪の外輪のたわみによってできた金属疲労による亀裂である。アイス1は当初は一体圧縁車輪を採用していたが台車にコイルバネを使用しており振動と騒音の発生や車輪が楕円型に変形する現象もあり乗り心地の悪化につながっていた。ドイツ鉄道では 乗り心地改善のため二重構造の車輪を開発、内輪と外輪の間にゴムを挟んだ男性車輪とした。1997年には空気バネ台車が開発され、一体車輪でも乗り心地の改善が可能になったことから、第二世代のアイスにより、再び一体車輪が採用されていたが、アイス1では男性車輪のままであった。事故後、アイス1の男性車輪は、 全て一体車輪に交換され、1999年6月末までに完了している。復帰した戦闘の動力車401051から 8? この事故以降、ドイツ鉄道は、フランス国鉄が TGV で行っているような高速走行記録、等の技術向上より、車両メンテナンスの強化、事故防止対策の徹底、高速鉄道ネットワークの拡充、 車内サービスの充実化といった方向に主眼を向けていくこととなった。この事故は台湾高速鉄道の受注権が新幹線に移る要因の一つともなった。事故現場には異例のモニュメントなどを設けたメモリアルパークが整備されている。ヒューガはドイツ新幹線事故の真相技能と技術。河田、ドイツの高速列車事故から学ぶ危機管理と僕学開始 ABCDFGHIJ e 町電、中尾、高速列車アイスの脱線転覆、失敗知識データベースハットアイスの事故から20年、エシェデで追悼式。ありがとうございます。